ャンネルです。皆さんお元気でしょうか。今日はちょっと音声がね、あのビデオの内蔵マイクなんでちょっと音声がいつもと違うと思いますけれど、いろいろね、ここ数日ちょっとね動画が上がってなかったんですけれど、ちょっといろいろ機材のねトラブルとか PC トラブルとかね、いろいろあって動画編集とかできないとか状況で、全部線をね、一つ一つこう確かめてやり替えていたら、まあ一応こうレイアウトなんかも変えてね、まあここの見るところは変わってないんですけど、また徐々にこうね、アップしていきたいと思いますが、ちょっとね動画が滞ったのでね、皆さんお元気でしょうかと。まあ雑談のね2月ももう半ばに入ってね、後半ですよね。3月が見えてくるとやっぱ僕もそうですけど、花粉が出てくるのも非常に怖いなという感じがしますけど、皆さんねお変わりないでしょうかね。ねくしゃみとか出るんですよ。ほらグッドタイムで出ましたよ。これがね鼻がね、僕は鼻と目にくるので非常にこう喉にはそんなに来ないんですけど、鼻がねコロナの時はそんなに出なかったんですけどね、コロナがちょっと収束しかけた頃にちょっと出てきた。非常にこうね辛い時期がやってきますけど、皆さんお元気でしょうかね。ということでこれからねどんどんやっていきたいと思いますけれど、まあ雑談という感じでね聞いてもらったらいいと思います。ギターに関してとか、まあ、質問に関してお答えしたりとかいろいろやっていきたいと思うんですけど、まあ2月から3月にかけてはギターの思想をね、やることになりましたので、それをね初心者向けのギターの思想をして、エレアコなんかもね、あのなんかのねいいのがないでしょうかっていうことコメントも来てたんで、まず1回目はまあ初心者レベルの3万から5万ぐらいかな、5万前後、3万から5万ぐらいの、まあ、初心者のギターがどんながいいのがあるかなと思ってね、一応思想してみて、それから、皆さんに聞いてもらって、まあ、僕の感想とかねいろいろ。でそれから次は第2弾はエレアコあたりとか、少しこうね、初心者プラスアルファみたいな感じでいろいろこう2、3回できたらなとも思ってますね。ということでね、またそこらの詳細はまたね近々ね、発表したいと思いますので、これからギターを買おうと思っている方、ギターをやろうと思っている方はぜひね、見ていただければと思います。とあともうちょっとねギターを買いたいな、いいギターがないかなと思っている方はねぜひね見ていただきたいと思います。かなりのね感じの、ちょっとまだ今は言いませんけど、かなりの感じのことで、いいギターがね弾ければいいなと思ってますのでね、あの楽器店のタイアップはなかなか難しかったので、いろいろこうメーカーとかにねお願いして今進めている状況ですね。どこまでできるか分かりませんけど、ぜひ2月末から3月ぐらいにかけてから、いろいろできると思いますのでね、よろしくお願いしたいと思います。はい、PC に関してはね Windows 11に変えたんですけど、Windows に変えたらちょっと動作が遅いというねコメント結構あってね、例えば Bluetooth がパソコンでつながるんですよ。それで Wi-Fi かな使っていたんですけど遅いんですよやっぱり。で線をつなぎ替えたらめちゃくちゃ速くなって、すごくこうねストレスがなくなって、やっぱりこう、Wi-Fi とか Bluetooth はいいけどやっぱり線がいいな、ケーブルで直接つなぐのが一番いいなというふうに感じておりますね今はね。だから変えてよかったなっていう感じですね。でねあとね、まあ興味のある方はもうね見てるかもしれませんが、 YouTuber のね収益が激減したということがいろいろ出てますけどね、やっぱり僕の方もねかなり痛手になっておりますので、何か考えなきゃいけないなとは思っていますけどね。なんかリモートでねレッスンとかいうのもありますけど、なかなかねそこらもなという感じもしますけどね、なんかね良いアイデアがありましたらぜひねコメントいただければと思います。まあ僕ら YouTuber はねなかなか YouTube の規定にね、まあ、振り回されてるんじゃないけど、やっぱり動画がね例えば10分以上の動画を上げてればね収益いいとか、今はね8分ぐらいになってるんですよ。8分の動画があると広告が入るのですごくね収益率が良くなってくるというのと、これ逆にまた今なショート動画がね収益化されて、1分になる動画がまたね収益化されて、またねそれもやってると、もう相反してる、長い動画とショート動画っていう感じで、ちょっとなかなかね矛盾してるんじゃないかと思いますけど、まあそういったTikTok とかね影響もあるんでそういう感じでなってるんで、やっぱりこう見る人からすればね大体6分7分が一番手頃だっていうのを聞いてるんですよ。だからそれでやろうとしてるんですけど、やっぱりなかなかね8分までやるとなかなかそうレッスンがね、まあ、レッスン動画でやるとどうしても8分ぐらいになるんですよ。8
分から10分ぐらいになるんですよ。多い時は12分から15分なんですよ。それをこう短くはしてるんですよ。だから本当にレッスンしたい人は、例えばね、お金出してレッスンした時に10分のレッスンじゃね、多分短いと思うんですよ。30分ぐらいレッスンしないとレッスンしたって感じがしないんじゃないかなと思うんですね。そういった意味ではしっかりレッスンするような感じのね、動画を出していきたいんですけど、見る人がなかなかそこまでやらないんだろうけどね。だから本当に上手くなりたい、お金出してもうやりたい人がまあレッスンで、ね、通ってやってるんですけどね。それをまあ YouTube でできないかなということでやってる。なかなか矛盾が来てる、難しいところもありますけどね。そこらのご意見とかね、いただければね、まあ、参考にしていきたいと思いますけれどね。それからまたあの動画に関しても、その、画角いかないかな、なんていうかな、こう撮る角度がちょっと変わってきてきますので、またそれがね決まりましたら、またね新しくしていきたいと思います。ちょっとここでは室を狭いんですよ、このねここは狭いので、ちょっと考えてますので、よかったらまたね、見ていただければと思います。コメントもね、お持ちしていいと思いますので、ただ、お気軽にねコメントいただきたいと思います。ちょっとね、久しぶりなんでこう舌が回っておりませんけどね、これからちょっと明日明後日にかけてちょっとこうね、動画を制作してやっていきたいと思います。いろいろなレビュー動画もありますので、よかったらぜひね見ていただきたいと思います。はい、ジェイチャンネルでしたね。また、ジェイチャンネルもよろしくお願いしたいと思います。舌が回ってない、舌が回ってない、舌が回ってない、山田。